ここは神奈川県横浜市 JR 湘南新宿ラインの横浜駅です。今回はこの横浜駅から湘南新宿ライン宇都宮線直通に乗りまして、栃木県の小山駅を目指したいと思います。やばいやばい、発車する。30分に1本しかない湘南新宿ラインが発車しちゃう。どうだ、間に合ったか。間に合わなかった、乗り遅れました。あの電車に乗れば小山まで行き、そこから水戸線や両毛線と行き先は広がるわけですが、私は残念ながら乗り遅れてしまいました。どうしましょう。とりあえずホームを移って上野東京ラインに乗りましょうかね。いやー悔しい。意外と時間がなくて早速発車する映像となってしまいました。申し訳ございません。とりあえず2分後の上野東京ラインの籠原行きに乗りました。追いつけるのかは分かりませんが、これで大宮まで乗ってみましょう。奥がまさに私が乗り遅れた湘南新宿ラインが走る線路となっております。とにかく今日は宇都宮線に乗っていろいろしたいことがありましたから、乗り遅れるとやっぱり悔しいです。横浜駅でグズグズしていても仕方がないですから、方向は若干違いますが高崎線に乗りました。果たして湘南新宿ラインには追いつけるのでしょうか。東海道線を東京方面に向かって進んでいきます。横をずっと見ているんですが、やっぱり湘南新宿ラインはいないですね。たった2分の差でも湘南新宿ラインは横浜から武蔵小杉の区間では特に爆走するから、まあ、それは当然いないわけです。湘南新宿ラインは湘南新宿ラインで、東急東横線という強敵と戦わなくてはならないから爆走していきます。一方の東海道線も品川までは京急とのライバル区間です。そんなに気を抜いて走るわけにはいきません。この区間は線形も良いですから頑張ってもらいたいものです。さあ電車は川崎駅を発車し東京都に入りました。現在京浜東北線の蒲田駅を通過中です。ここから先は京浜東北線も本数が増えますが、とにかく私が乗り遅れた湘南新宿ラインに乗るために10本くらい浮かす勢いで走ってほしいです。横浜駅で間違えてサハ車に乗ってしまいましたので、いまいち爆走ぶりがお届けできないのが残念です。さあ電車はまもなく品川駅に到着します。横須賀線は横浜駅で分かれてまた品川駅で合流していきます。残念ながらこちらの車内からは横須賀線の姿は確認できませんでした。とにかく E231系は性能が良い車両ですから、ギリギリまで高速で走って最後に勢いよくブレーキをかけて停止位置にピタリと止まるのが良いですね。湘南新宿ラインに追いつくための電車としては大変頼もしいです。まあ湘南新宿ラインも性能の良い E231系を使用しておりますので、逃げられたら終わりですが、日立号も見えてきました。品川駅に到着です。さあ品川を発車しますと日暮里くらいまで山手線と並走していきます。乗り遅れた湘南新宿ラインになんとか追いつくために京浜東北線の10本に加えて山手線は15本くらいですかね、それくらい浮かす勢いで走ってほしいです。そして東京駅に到着しました。改めてですが、行き先は籠原駅ではなく高崎行きでした。あの前5両だけ切り離すやつですね。ちなみに上野東京ラインの場合ですと宇都宮線は10分後の発車となっております。それ乗ったらいいじゃんと言われたらまあそうなんですが、とにかく私は早く宇都宮線に行きたいですから、その10分も惜しくて仕方ありません。さあ東京駅を発車します。ここから先は東北線に入りました。奥は東北新幹線です。東北新幹線に乗れば大宮を越えて小山も宇都宮も一飛びで行けるのですが、私にはお金がありませんので乗れません。お金がない割に急げという随分傲慢な私ですが、引き続き頑張って湘南新宿ラインを追いかけていきます。主要駅ばかり紹介していましたので、たまには中間駅も紹介していきます。こちらは奥駅を発車した頃、ちょうど185系が2本も流通されていました。あの車両の行き先は一体どこへ、ちょっと気になります。奥駅は朝夕方の快速電車は通過する駅となっております。そして再び湘南新宿ラインと合流する区間に入りました。ここから大宮までずっと並走します。なんとか追いついてほしいものですね。今のところは湘南新宿ラインは全く見えません。一体どこにいるのでしょうか。さあ電車は赤羽を発車しました。赤羽駅にも私が乗り遅れた湘南新宿ラインはいませんでした。やっぱりもう追いつかないということを告げられているのですかね。諦めたくなりますが、宇都宮線に乗るには結局大宮駅に行かなくてはなりませんので、引き続き乗り続けます。追いつくことを祈りながら
次のこの電車の停車駅は浦和です。そして浦和駅を発車します。高崎線の普通電車は浦和駅の次は埼玉新都心に停まります。しかし湘南新宿ラインは埼玉新都心には停まりません。ますます心配になってきます。もう追いつけないくらいに差がついてしまったのかもしれません。赤羽から先も全く湘南新宿ラインには出会えませんでした。電車は大宮へ急ぎます。新幹線のホームも見えてまいりまして、まもなく電車は大宮駅に到着します。今電車が入線しているホームを含めて向こう3線が宇都宮線の入る線路なのですが、電車は全くいません。これは心配ですね。やっぱり先に行ってしまったのでしょうか。不安な気持ちを抱えながら大宮駅に到着です。さあ大宮のホームに降り立ちました。電光掲示板の表示を確認してみましょう。8番線には私が乗った高崎行き、9番線の宇都宮線はもっと後の小金井行きということで、やっぱり追いつけなかったのでしょうかと思ったのですが、11番線に来てみました。もちろんあの SL が湘南新宿ラインではございません。なんか試運転をしていました。さあ11番線の今度の発車は11時17分発の小金井行きです。そう、あれだけ焦っていたのですが、実はこの電車が横浜で逃した湘南新宿ラインです。赤羽で湘南新宿ラインと上野東京ラインが合流する前に、上野東京ラインが湘南新宿ラインを追い抜いてしまっていたようです。ですから赤羽からもずっと見えなかったわけです。さあ数分後にやってきました。こちらが横浜駅で乗り遅れた湘南新宿ラインの宇都宮線直通小金井行きです。無事追いつくどころか追い抜いてしまいました。こちらに乗車して宇都宮線の旅を続けます。湘南新宿ライン宇都宮線直通としっかり表示もされております。私の命の電車と言ってもいいぐらいでしょう。あれ乗らないのと思った方もいると思いますね。はい、実は私は別に宇都宮線には全く用がありませんので、このまま大宮駅で見送りました。そんなわけで時間帯によってはこのように乗り遅れた湘南新宿ラインに上野東京ラインでも追いかけられることがあります。特に大宮から先の高崎線や宇都宮線に用がある方はぜひ諦めずに他の手段も検討してみてください。今回は乗り遅れた宇都宮線を追いかけるという企画でした。ご視聴ありがとうございました。